はい、どうもこんばんは、ラムノットです。というわけでアランウェイク2のストーリーまとめ動画は諦めました。だって何も確固たる証拠がないんだものね。でもね、まあサーガの父親に関するヒントは得られることができましたし、その他にも本作を構成するたくさんのモチーフを拾うことはできたので、この動画にて個人的な考察を皆さんに共有させていただきたいなと思います。この動画はネタバレだらけですのでご注意ください。そしてこの動画はアランウェイク2本作と同様に少し複雑な動画です。というか打線だらけの動画ともなってるので、何度かご視聴いただければ幸いです。申し訳ない。ただね、見たことを後悔させるような動画ではないので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。そしてね、この動画の考察が皆さんの新たな考察につながれば最高です。ぜひ皆さんの考察をこの動画のコメント欄でご紹介ください。今回の動画も高評価よろしくお願いします。初見さんはチャンネル登録もお願いします。それでは解説していきましょう。まずはこのゲーム神話的すぎるよねっていう私の感想を裏付ける情報から。実はサーガ・アンダーソンがアレックス・ケイシーと共にブライト・フォールズに捜査にやってくることは、本作の開発スタジオレメディ・エンターテインメントの別作品クォンタム・ブレイクに登場する架空のトレーラーで明らかにされていたのです。今から7年ほど前、本作の設定は出来上がってたんですね。このトレーラー映像を見ると、もともとはサーガが白人として描かれていたことがわかるほか、本作でも見られたコーヒーを同時飲みするシンクロ技も見ることができます。ちなみにこのトレーラーにも登場するアレックス・ケイシーを演じているのは、レメディエンターテインメントのクリエイティブディレクターでアラン・ウェイクなどの生みの親サム・レイクです。ちなみに彼は別作品マックス・ペインでも主人公を演じています。ちなみにクォンタム・ブレイクの主人公を演じた役者は本作ではティム・ブレイカーを演じています。ティム・ブレイカーは前作に登場した女性保安官サラ・ブレイカーのいとこです。ここで覚えておいてほしいことは、クォンタム・ブレイクの IP は現在マイクロソフトが所有していて、同名のキャラクターや世界観設定をレメディエンターテインメントが好きに使うことは許されていません。これがクォンタム・ブレイクの主人公が本作アラン・ウェイク2に登場できなかった理由です。この IP 権に関する話は後ほどまた話に出てくるので覚えておいてください。またマックス・ペインに関しても、現在はテイク2インタラクティブが IP を所有しているため、マックス・ペインも本作アラン・ウェイク2に登場することは許されていません。その代わりに同じ外見を持ったアレックス・ケイシーという人物が登場しているわけです。サーガ・アンダーソンという名前を聞けば、前作をプレイした人は思うでしょう。アンダーソンってことはあの兄弟と関係がみたいなね。そうです、その通りです。彼女は前作にも登場したアンダーソン兄弟の親戚にあたります。というかトール・アンダーソンの孫にあたります。アンダーソン兄弟とは、前作にも登場したオールド・ゴッズ・オブ・アスガルドというヘビーメタルバンドのメンバーでもあるトールとオーディンのことです。このバンド名と彼らの名前を聞けば、彼らが北欧神話をモチーフにしたキャラクターであることがわかります。バンド名に含まれるアスガルドとは、北欧神話に登場する神々が住む世界のことです。ちなみに北欧神話にはいくつもの世界が存在します。アラン・ウェイクの世界観みたいです。そして北欧神話の主神であるオーディン、彼は知識を手にするために自らの片目を代償とし、ミーミルの泉を飲んだと言われています。オーディンの片目がない理由です。そして北欧神話の雷神であるトール、今では日本でも英語読みのソーという名前で知られる彼ですが、彼はおなじみの最強の武器であるハンマー、ミョルニールのアクセサリーを首から下げています。そういえばアンダーソンというラストネームも、言語学的には北欧スカンディナビア半島で生まれた名前です。ちなみにオールド・ゴッズ・オブ・アスガルドには、このアンダーソン兄弟に加えてボブ・ボルダーというギタリストが在籍していますが、ボルダーは北欧神話一の美男子バルドルの英語読みとなってます。目の見えないね、他の神様に宿り木を投げられてプスッと死んでしまうかわいそうなやつです。かなり北欧神話の世界に足を踏み入れ始めましたが、これだけでは終わりません。もちろんサーガ本人も北欧神話に登場する神様です。サーガとはノルド語で見るという意味の動詞を由来とする名前で、預言者的な女神であったとされています。これは本作での彼女のプロファイリング能力にもつながっていく話です。そしてサーガ・アンダーソンの母親フレイヤも北欧神話の神様です。北欧神話一の美女、性にもオープンな豊穣の神とされています。素晴らしい、最高。
ってことで、このままサーガの父親の正体についての考察も披露したいところなんですが、もう少し我慢してください。その他にもね、コルドロンレイクってありますよね。あれ日本語に訳すと大釜の湖ってなるんですけども、実は北欧神話には大釜と言われる泉が登場します。フベルゲルミル、北欧神話世界の下層部に位置する地獄的な世界で、ロキの娘ヘルが支配するニフルヘイムと呼ばれる暗黒の氷冠世界に存在する泉です。下層部で暗黒、湖の底にある闇の世界、なんか似てますよね。ちなみにこの泉、フベルゲルミルに流れ込む水はどこから来ているのかというと、世界樹の葉をむしって食べている鹿、エイクスユルニルの枝角から滴る雫だとされています。鹿といえばディアフェストだとか、まあ、樹木の教団の信者がつけている鹿のマスクだとかね。ちなみにフベルゲルミルにはニーズヘッグと呼ばれる蛇、もしくはドラゴンがいるのですが、老人ホームバルハラにあるオールドゴッズオブアスガルドの展示室には大きな蛇のような戦士像を見つけることができました。ちなみにバルハラといえば北欧神話に登場するオーディンの宮殿のことです。ヴァルキリーという使者を用いて死んだ戦士たちを集め、来たる世界の終焉ラグナロクに備えているわけです。そういえば樹木の教団は英語版ではカルト・オブ・ザ・ツリーと呼ばれています。ザ・ツリーということは木々ではなく一本の木であることがわかります。世界樹ユグドラシルのことかもしれません。ちなみに北欧神話にはいくつもの世界が存在するっていう話をしましたが、それらの世界がどのようにつながっているのかというと、ユグドラシルの根っこによってつながっているのです。ユグドラシルの根っこを伝っていけば別の世界に到着するというわけです。本作アランウェイク2に登場する境界域、もしくはスレッショルドというのはユグドラシルの根のことなのかもしれません。ちなみにこの境界域だとかスレッショルドという言葉はレメディエンターテインメントの別作品コントロールにも登場する言葉ですが、コントロールでも世界樹は重要なモチーフとして登場しています。コントロールではオーシャンビューモーテルが世界をつなぐスレッショルドとして機能していましたが、本作アランウェイク2ではほぼ同名のオーシャンビューホテルが登場しています。といった具合にですね、北欧神話に関することが無数に出てきます。ですがだからといって全てが北欧神話なのかというと、そういうわけでもなく、例えばアーティ、彼はコントロールにも登場した清掃員ですけど、アーティはフィンランド神話に登場する海の神アーティのことです。湖じゃない海だっていうね、前作のアランのセリフが急に意味深になりますよね。その他にもウェイクの執筆部屋に飾られたフクロウはケルト神話的にはアンダーワールドを象徴する動物であったりもするわけです。まあ北欧では暗闇に強いフクロウの能力から、他のものが見ることができないものが見える存在っていう風に考えられたり、暗闇の中を冥界へと導いていく存在だと考えられたりしています。とりあえず本作はね、現代を舞台とした非常に神話的な物語だという印象が強いんですけども、こういった印象を抱くのは間違いではありません。というのもアメリカの神話学者ジョセフ・キャンベルは彼の著書千の顔を持つ英雄の中でヒーローズ・ジャーニーという世界中の神話に共通して見られる物語進行を発表しています。キャンベルはその物語進行を細かく17のステップに分けて解説しているのですが、それを大きく3つのグループに分けてこのように呼んでいます。ディパーチャー、イニシエーション、リターン。どうでしょう、聞き覚えのある言葉ですよね。そう、アランウェイクの書いた小説のタイトルと一致します。ちなみにこのヒーローズジャーニーに関してはですね、このチャンネルで以前公開したサイレントヒルの考察動画でも紹介してるんですけども、そちらの解説動画も少し複雑で、再生数が伸びませんでした。興味がある方はコメント欄のリンクからご視聴ください。で、話を戻すと、要はディパーチャーが前作にあたるわけですが、本作のウェイクパートがイニシエーション、サーガパートがリターンとなっているわけです。さらに言えば、実は前作の本編ディパーチャーに続く形で配信された DLC アメリカンナイトメアもウェイクの作品が舞台になっていたわけですけど、その作品タイトルもリターンでした。つまりそれはイニシエーションという過程をスキップしてしまっているので、物語は完結しない、イコールアランは脱出できないという構図を示唆していたわけです。キャンベルのヒーローズジャーニーを構成する17のステップというのは、その全てのステップが踏襲されている必要はありません。それぞれのグループの中からいくつか該当するステップがあるというのが一般的です。
このヒーローズジャーニーを覚えておくと、ハリーポッターやオーズの魔法使いなど、かなり多くの文学作品や映像作品に当てはめることができるので、そういったコンテンツをさらに楽しめることができるようになります。といったような理由から、本作は神話的な物語構成をとっていると言えるわけですね。個人的にはね、配信中にも何度も言いましたけど、本作の雰囲気はニール・ガイマンのアメリカン・ゴッズっていう小説に近い印象を受けました。アメリカン・ゴッズはアメリカという神話の存在しない国に世界中から移民が集まった結果、世界中の土着信仰や神そのものがアメリカに流入しながらも、アメリカでは新たに現代技術という新たな信仰対象が生まれているっていうオールド・ゴッドとニュー・ゴッドの戦争を描いた作品です。ちなみにこの作品も、オーディンやトールが登場します。日本では Amazon プライムでね、ドラマ版を視聴することができるので、興味がある方は見てみてはどうでしょうか。途中で打ち切りになっています。ということでどうでしょう。めっちゃ神話でしょ？ね？もうめっちゃ最高ですわ。では、本題へ移りましょう。いや、これ本題なのかな。実は、サーガの父親はミスター・ドアでした。でね。まあこれは大体みんな想像できますよね。だって本作に登場する黒人ってサーガとミスター・ドアだけですしね。ただ念のためにそれを裏付ける証拠をここでは紹介しておきましょう。まずはトールの発言から。サーガが自分の父についてトールに尋ねるとこうした返事が返ってきます。蓋をするべき記憶もある。お前の、いやーこれね、日本語訳なのよ。仕方のないことなんだろうけど、大きな誤訳となってしまいました。まあ、読みやすさを考慮してね、日本語的に自然な形にしたんでしょうけど、原文は There are some doors best left closed というわけでですね、閉じられたままにしておくべきドアもあると、というようにドアという言葉をヒントにしています。そしてミスタードアのこちらの発言、 And so is someone important to me, someone you pulled into this。私にとって大切な人、君がこの件に引っ張り込んだ人もそうだ。アラン・ウェイクが本作で新たに事件に巻き込んでしまった重要人物はサーガ・アンダーソンとアレックス・ケイシーです。そのどちらかということになれば答えは明白なんではないでしょうか。その他にもどうやらアンダーソン兄弟とミスター・ドアは過去に戦ったような形跡もありますね。そしてサーガの闇の世界と現実世界を行き来しても記憶に支障が出ないという能力はミスター・ドアにも共通している能力のように思えます。これでほぼほぼミスター・ドアがサーガの父親であるということは確定したのではないでしょうか。ちなみにこのミスター・ドアというキャラクターも別作品コントロール内で言及されてます。コントロールの登場人物であるディラン・フェイデンがそれを語ってます。 I was in a dark placeAnd there was a dark man there. His name was Mr. Door. しかも実はクォンタムブレイクにはミスター・ハッチという人物が登場していたんですけども、ドアとハッチ、どちらも部屋を隔てる出入り口。しかもクォンタムブレイクでミスター・ハッチを演じていたのはランス・リディックです。今年2023年3月に急死してしまった俳優なんですけど、本作のミスター・ドアを演じるデイビッド・ヘアウッドとランス・リディック、どことなく似てないですか。これもね、おそらく IP 的な問題で、ミスター・ハッチをそのまま使うことができなかったことが原因かと思われます。というわけでですね、今回は爪に詰め込んだ考察ぶち込み動画となってしまい、本当に醜い動画になってしまいましたけども、ゲームがゲームなんだものってね、言い訳をさせていただけると幸いです。この他にもですね、たくさんの考察や解説をしながら、前編を実況した動画がありますので、もしこの動画で興味を持っていただけたなら、そちらの動画もね、見ていただけるとさらに楽しめるかもしれません。実況動画ではね、もう少しストーリー展開や背景情報を解説しているので、もっと見やすいはずです。ということでね、ぜひこの動画を見て皆さんが思ったこと、動画を見る前から思っていたことなんかをコメントに残していってくれると嬉しいです。今回の動画も高評価よろしくお願いします。初見さんはチャンネル登録もしてみてください。ちなみにこの動画の中でちなみにという言葉は何回使ったでしょう。よければコメント欄に書いてください。ではまた次回の動画で。